皆さんこんばんは、今日も昨日に引き続いてですね、甲子園球場の阪神タイガース対広島カープの一戦をお伝えします。まあ、昨日は9回の攻防でしたね。8回まで0対0、9回の表にですね、広島が1点取ってこれで終わるのかなと思ったんですが、9回裏に、逆転でしたね。中野のサヨナラヒットが出て2対1でタイガースが勝ったという、そういうゲームでした。まあ、こういうゲームの後はですね、やっぱり勝ったチームは勢いに乗れますし、負けたチームはですね、ちょっとショックが多いこともあるんですけれども、まあ、気分を入れ替えて両チームやってると思います。今日の先発はですね、タイガースが大竹、そして、カープの方は遠藤という先発投手になりました。両投手ともにですね、素晴らしいピッチングを披露した前半でした。ご覧いただきましょう。はい、タイガースの大竹投手、やっぱり立ち上がりいいですね。今日も3人で終わらせてますね。素晴らしい内容でした。そして遠藤の方も3人できっちりと終わらせた初回、いいスタートを切りました両投手。そして2回以降もですね、まあ安定したピッチングが続きますね。3回、ワンアウトから2塁打、相澤が打った後でしたけれども、ピッチャー遠藤は三振、そして、菊池をセカンドフライでここは抑えました。そして4回、ここもワンアウト後に秋山がライトオーバーツーベースを打ったんですけれども、これはもう打った瞬間ホームランかなと思ったんですが、それでも甲子園球場だとなかなか入らないというね、やっぱり大きな球場だなというのは改めて感じましたね。その後マクブルームのショートゴロでランナーサードには行きましたけれども、5番西川がファーストゴロで得点ならずという形になりました。そして点が入ったのはですね、5回の裏タイガースでしたね。まず佐藤輝明、2ボール1ストライクからインサイドのまっすぐでした。これを振ったんですが、どん詰まったんですけれども、これがですね、飛んだところがサードの後ろ、レフトの前、ショートが追いつかないという、この誰が行っても追いつかないというところにポダンと落ちまして、これが二塁打になりましたね。そして、今日はですね、ライトに井上康太、出ましたね。その井上康太がこの打席ではですね、追い込まれた後の変化球、うまくライト前に打って、ノーアウトで一塁三塁という、形を作りました。初のチャンスっていうのがタイガースに来たわけですよね。そして、7番の坂本の初球、これスクイズでしたね。坂本がファウルにしてしまったので、それでは得点になりませんでしたけれども、その後の2球目、これをですね、きっちりとライト方向へ犠牲フライを打って1点が入ったと、という5回でした。そして、その後もまたチャンスが来たのはタイガース、6回ですね。ノーアウトから先頭打者の近本、ライト線に、3塁打、スタンディングトリプルでしたね。もうゆとりの三塁打でしたね。そして、中野はセカンドゴロで、凡退するんですが、3番のノイジーが追い込まれた後のフォークボールだったと思います。これをセンター右へ、タイムリーツーベース。大山は空振りの三振でツーアウトになるんですが、佐藤輝明、今度は、外のまっすぐをですね、軽打でしたね、軽打、これで、レフト前にタイムリーヒットを打って3対0にしましたね。そして7回の表に今度は広島が反撃しました。これは秋山、先頭打者で2塁打、レフト線ですね。そして、ワンアウト後に西川がレフト前のヒットで1、3塁、はい、その後のデビッドソン、これはですね、2-2からセカンドオーバー、ライト前、このポテンと落ちるかなというような打球だったんですが、これを中野が背走してですね、背面キャッチ、これよく取ったと思いますね。これはファインプレーだと思います。素晴らしいプレーをしました。これで、失点を防げたんですが、次のバッター上本にはですね、2-2から、フォークボールをレフト前にタイムリーヒットを打たれる。まあ、ここまで大竹投手が投げて、ここで交代。もう僕はこの交代機は抜群な交代機だなと思いましたね。1点取られた、3対1、そして残してるランナー2人、もし次のピッチャーが打たれても大竹には負けがつかない。そして、勝ち投手の権利を得た中で降板するということで、この交代機はもう最高の交代機だったんじゃないかなと思いますね。2番手に出てきたのが岩貞、岩貞がですね、相澤を 3-1、バッター有利カウントにはしましたけれども、サードゴロで抑えて、この1点だけで、終わったという
回でしたね。その裏にまたタイガースが3点取るわけですよね。黒原が出てきたんですが、黒原が力がないのかなって言ってしまえばそうかもしれませんね。球は速いんですけれども、やっぱりコントロールがそこまできっちりしたコントロールがないということで、まず先頭打者フォアボール、次のバッターの初球でワイルドピッチ、これはもう大きくそれましたね。そして送ってワンアウト三塁を作って、代打原口はフォアボールで一三塁。ここで1番に帰って近本、やっぱりね、この前にも言いました、タイガースはやっぱり 1,2 番が活躍しないと怖くない、その1番近本が今日は大活躍しましたね。この場面で左中間に2人のランナーを返す三塁打を打って5対1にして、その後中野がライト前にまたヒットをして6対1ゲームを決めたという7回でしたね。はい、素晴らしかったと思います。8回まで岩貞が投げて、9回ケラー、ケラー全体にボールは浮いてましたけれども、ボールの勢い、これはありましたね。ヒット1本打たれながらも、三振三振で仕留めたと、そういうゲームになりました。勝ちが大竹についてます。2勝ですね。大竹のピッチングが本当に安定してます。もうフォアボール今日もゼロですね。もうやっぱり自分の球に自信を持ってるのと、配球も素晴らしかったですね。やっぱ坂本とのコンビもぴったり合ってるんじゃないのかなという気がしましたね。はい、そして負けが遠藤につきました。遠藤もいいピッチングをしたんですが、バックの援護がなかったというね、1勝2敗ということになりました。MVP はやはり大竹耕太郎投手ですね。もう本当に言うことないピッチングだったと思います。1失点はしましたけれども、とにかく先制点を与えずに淡々と投げてくれる。そして、投球間隔も短い、守りの時間が非常に短いので、攻撃に集中できるというね、そういういろんなメリットのあるピッチングをしたなという気がしましたね。はい、はい、今日タイガースが勝ってですね、まあ、まだ15ゲームしか終わってませんけれども、単独の首位に立ったと、9勝5敗、まあ、首位とか2位とかっていうよりもですね、貯金がいくつあるか、これが一番大事なことだと思うんですが、この時点で貯金が4つできた、これは非常に、これからの戦いにおいてはですね、大事なところだと思うんですね。やっぱり貯金がある中でいろんなことを考えていくとですね、ゆとりの選手起用ができます。これがですね、貯金がないとですね、どうしても無理な使い方をしてしまうというね、そういう怖さがあるんですが、現在4つ、これは非常に大きいなと思いますね。そして、ピッチャーの方を見てみますとですね、去年いなかった先発候補、これがですね、大竹、この大竹が素晴らしい、今日2勝目ですね。それともう一人村上が出てきました。もう一人言うと秋山も出てきてるんですけれども、はい、秋山の出番がないぐらい、この先発投手陣の充実度っていうのがですね、あるわけですね。となるとですね、こうやって連戦になってもタイガースは、谷間を作らずに、戦っていける、そういうものがもうできてきたなという気がしますね。もともとリリーフ陣はしっかりしてました。今シーズンはちょっと今のところうまくはいってないところもありますけれども、まあ、自力のあるリリーフ陣がずらっといますので、長い目で見れば層の厚いリリーフ陣だろうと言っていいと思いますね。となると他球団はやっぱりこのタイガースにちょっと照準を合わせてくるかもしれないなというね、そういうものも感じるぐらいの戦いをしているなという気がします。去年9連敗でスタートしたベナンテレスから考えるとですね、今年は本当にいいスタートを切れたここまでの戦いだったなというふうな気持ちで見ております。明日の先発はですね、タイガース西純也、そしてカープはアンダーソンということになっておりますけれども、この西純也がまだ本調子ではない、その西純也がですね、結果を残すようなことがあればですね、これはなかなか手強いチームだぞっていうふうにみんなから思われるチームになるという気がしますね。はい、ということで、今日のゲームは阪神タイガースが広島カープに6対1、隙のないゲームで勝ったというゲームをお伝えしました。以上です。